だから僕は違うんだ。絶対諦めたりはしない。顔を開けて。道のりが結構あっという間に私自身は感じていて、やってきたことはなんかものすごく勢いあってどうしてそこまでこう本当にこう燃える炎のように燃え盛ってこうやっていたのかって、今その路上ライブ旋回の時代があったので、その時代がやっぱり一番印象的ではあるんですけど、たくさんの出会いに支えられてきて、自分自身やっぱりいろんな方に支えられてきて一歩一歩前に進めてきたのかなっていう10年に思いますね。私自身は10代の自分をすごくめちゃめちゃ遠目から俯瞰してる自分が常にいて、15からまあ特に18とか19ぐらい、本当に路上旋回を達成するぐらいまでですけど、まあその中でデビューももちろん経験はしてるんですけど、生き方というか毎日の過ごし方とかやっぱり20代の自分にはできなかったような、そういう目線で常に生きていたような気がするので、走って走って止まらなかった、止められなかった自分がこういましたね。なんかこう人と会話をしながら音楽の道をこう進んでいきたいっていうか、向き合っていきたいっていう、自分だけで決めるんじゃなくて、そこにいろんなこう目線というか、いろんな人たちとのこう触れ合いの中で、つながりの中でできていくものがあるかもしれないっていうふうに、そういうふうに自分がちょっと開眼できたような気がするので、そういう意味でちょっと変わったのと落ち着いたのがあるかもしれないですね。今回の楽曲は自分の実体験がかなりこう土台にあって書いていったんですけど、私も15の時に地元を離れて上京してきたんですけど、その時に見上げた東京の空ってものすごく冷たくて、やっぱりこうふるさとで見上げてた空とは全く違う色で、全く違う存在のように思ってたんですけど、毎日毎日泣いて、でもまあ私自身はその母との電話で一番こう救われたっていうのはあるんですけど、ちょっとその電話でふっと落ち着いて空を見上げた時に、この空ってなんか今こう違うように感じてるかもしれないけど、やっぱり地元につながっていて、空はたった一つしかないんだよなと思うと、ちょっとそれだけで少しの元気と勇気をもらえて、そういう思いをちょっと切り取りながら書いていったんですけど、その空がなんというか、あの時のこう自分にとってすごく安らぎの薬のような感じで癒してくれたように思ったんですよね。それぞれの胸の中で解釈が違うとは思うんですけど、なんかその今ふとした瞬間に見上げた空をちょっと大事にしていただいて、そこで何か感じていただけると嬉しいなと思って書いてきましたね。女性ってやっぱすごく我慢して強がってしまうところがあると思うんですよね。そういう時に本当にたった一言でもいいんですよね。頑張ってるよねとか、いや大丈夫だよとか、そういうたった一言がどれだけの力になるかっていう、やっぱ女性ってそういうこう褒められたりとか、
なんかこう元気をくれる言葉をもらえるとますます輝けるような気がするんですよね。ますます自分自身、ああ明日からも頑張ってこう輝こうみたいな、そういう気持ちに、なれると思うので、なんかそのちょっと落ち込んでしまった時とか辛かった時にちょっとふとこの曲を聴いてもらって、そういうたった一言になれるような、そういう存在であってもらえると嬉しいですね。2月の19日発売のニューシングル空はここにあるなんですが、私自身が地元福岡を離れて東京に上京してきた気持ちの、心細さとか、少しの期待とか、そういったものを、全力で込めて書いていった一曲です。ぜひこの曲を聴いて、少しでも希望とか、元気のメッセージを受け取っていただけると嬉しいです。ぜひ皆さん聴いてください。